生、何やってるんですか？ちょちょいの、これはとても大切な練習なんですの。獣ミラクルだよね。もうちょっとですっごい大冒険が始まる気がするんだ。じっとなんかしてられないよ。ザッパーン。私にダイブしないでよ。マイルカ、準備は万端ですわね。はい。ではそのすっごい大冒険の前に、今日はワクワク探検レポート直前スペシャルをお届けいたします。今日はどんなすっごいものが見られるのかな。ワクワク。うん、じゃあ今日も一緒に獣フレンズ3ワクワク探検レポートスタート。獣フレンズ3ワクワク探検レポート、はい、私 MC を務めさせていただきます。マーゲ役の山下真美です。よろしくお願いします。お願いします。そしてはい、皆さん、花丸、はい、花丸、はい、ありがとうございます。ミーアキャット役の柳原かな子です。よろしくお願いします。イエーイ。そしてはい、皆さん、花丸、ドール役の泉風花です。よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。ふーい、花丸アニマルのマイルカ役伏見遥です。よろしくお願いします。イエーイ。ふーい、花丸アニマルやらないのか。ちょっと一人だけすぐグループですぐソロデビューするやつ、すぐ卒業してすぐソロデビューするやつの匂いを感じたけど今。でもちゃんと来てるね、コメント。はい、はい、ありがとうございます。ということで今回はですね、リリース直前スペシャルということで、スペシャルですよ。そうなんです。スペシャル、どんなとこがスペシャルなんでしょうか。もう最新情報もあるんじゃないですか。楽しみです。楽しみ。3人の可愛いところも見れるんじゃないですか。どうだろう、どうだろう、どうだろう。ということでスペシャルということですので、動物ビスケッツとペパプよりお二人ゲストに来ていただいております。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お願いします。移動してね。じゃあ自己紹介していただきましょうか。はい、獣フレンズアライグマ役の野崎です。よろしくお願いします。花丸アニマル。はい、花丸アニマルの皇帝天狗役の方です。よろしくお願いします。やった、嬉しい。捨てた。す来るなと思ったものにすぐ移動する。アイドルの中で、ね、言っとけばレギュラーが出るから。ぜひぜひ、ね、そんなことないです。でも来てるよ、はい、あ、メロと裏切った。そんなことない。まさかの遺跡。遺跡の権利。あ、出た出た。これよくあるじゃん、グループの権利あるじゃん。どっちか戻るとしたらどっち戻るの、うん、いつか戻るじゃん、兼任してから。そうですね、じゃあちょっと年のスケジュールを確認させて。おいおいおい、ペパプが大好きです。ね、はい、はい、ということでスペシャルなんで来ていただきましたけれども、はい、今日は以上のメンバーでお送りしていきます。はい、リリースまで1週間ぐらい。おお、もう早いねよ。どう、なんか結構前、あのカウントダウンのキャラクターがツイッターで今、ね、毎日出てるやつ、うん、すごい楽しみにしてます。そうだよね。2人は、ワクワク探検レポートは何回目、私初回。そうですね、初回以来に来ていただいてます、うん、はい、初めて。あ、初めまして。そう、やっと出ると。お待ちしてました。お待ちしてました。やっと出ると。もうフレッシュな感じでワイワイやってますから、はい、先輩たちついてきていただいて。はい、いやもうね、なんか空気がなんかすごいふわふわってしてるじゃないですか。なんかね、ねもちゃんがね、年取ったよね感じたのよ。次の話で、一番フレッシュな感じだったはずなんですよ。やっぱり年月というものは恐ろしいということで。まあ、でも今日ねスペシャルですから、ミニラッキービストロボも楽しみにしてますか。よろしくね。おお、なんかすごい、いつもよりしっかりしてる。ね、やっぱスペシャルというか、早いだから、うん、なんか早くなった。いつも結構もうなるような感じだけど、もう直前だからこっちのね、レベルの方も上がって、はい、ということで今日も最新情報たっぷりございますので最後までお見逃しなく。
さあということで、はい、このメンバー揃ったんで、はい、ちょっとあの兄様のお話でもしてみようかなと思います。そうですね、ね、アニメロサマーライブ2019、写真ね1枚ご用意してるのでちょっと見てみましょうか。はい、懐かしい。もうなんかこれ見ると緊張するな。どうだった？あ、行ったよっていうコメント、 ありがとうございます。私もいましたよ。私も行った、偶然にも。どうですか、まさかの時ですよ。生時すごいですね、本当に。すごかったです。時の、出てくるタイミングで私たちは隠れてたじゃないですか、はい、あの時もすごいざわめきが、いやすごかったです。外がすごいざわざわしてて、もう下で笑ってましたもん、ね、あとなんか下から、私たちこう下から上がってたから、下からこうモニターを見てたのね。そしたら時の残像が、残像がブワーって映って、こんな予定だったみたいな。いやー感じでね、素晴らしい自由な形で、ね、人がペンライト振ってくださるのが綺麗に見えましたね、うん、すごい光まみれで、そう、アニサマ史上最多、ね、1ユニットだと最多でね、はい、だってもうすごいもんね、この絵力が。いや強いよね。ここにも大石お兄さんと、あとアイリスフィアの方々もいらっしゃったので、もうより本当に、そう、可愛かった。そうかな、そうですよね。楽屋も、もうなんか本当に、うん、色も豊かで、うん、そうだよ、すごいね、カラフルだし、写真だけでもそうだもんね。すごい人数だな、本当に。まあ、楽しかったね。めちゃめちゃ楽しかったです。また出られるように頑張りましょう、はい、頑張ります。さあ、それでは始めていきたいと思います。まずはこちら、ケモフレ3おさらいの時間。6日後にですね、9月24日にアプリ版がリリースとなるんですけれども、ここで改めておさらいをしていきたいと思います。ということで、はい、花丸アニマルの3人にじゃあおさらいをしてもらおうかな。はい、お願いします。はい、ですね、ケモノフレンズ3とは、うん、セガとケモノフレンズが送るアプリ版およびアーケード版ゲームです、うん、はい、アーケード版ケモノフレンズ3プラネットツアーズはフレンズたちが力比べをするカードゲームです。でお互いの特性を生かして力比べをしたり、かわいらしいフレンズたちのカードを集めたりすることができるんです。はい、うん、できるんです。かわいいカードが今かわいいね、これかわいい、本当にすごい。まだ見てないだけでめちゃめちゃ多分種類あるから、そうです、めちゃめちゃあると思います。それがどんな組み合わせなのかもね、楽しみですけれどもね。はい、そしてそして、はい、ですね、すでに公式より発表させていただいてるんですけども、うん、はい、アーケード版の稼働開始日が、9月26日に決定します。9月26日、はい、やった、はい、もうすぐだね。そうなんですよ、はい、順次稼働していく形になるんですけども、こちらアプリ版リリースの2日後になりますので、どちらも合わせてぜひお楽しみください。はい、そして続いてはアプリ版ケモノフレンズ3です。お、アプリ版、はい、出るかな、出ましたね、うん、ゲームシステム情報ですが、ジャンルがフレンズたちとワクワクドキドキ探検する RPG。 新ジャンル、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 ね、ロード辺りはですね、舞台はジャパリパークになっています。ほい、ジャパリパーク、はい、ジャパリパークです。で、最近ジャパリパークにセルリアンの出現が増えてきたということを受けまして、ジャパリパーク保安調査隊、略して探検隊が結成されたっていう世界になっております。なるほど、はい、そういうところがスタート、ストーリー始まるわけですね、はい、そうですね、略して探検隊です。うん、新井さんめっちゃ可愛いですね。寝てる、めちゃめちゃ、ね、めちゃめちゃ寝てる。でもアプリも、アプリの2日後がアーケードか。そうです、はい、そうです。なんかもうゲームセンターとかでさ、アーケードなんか入手しましたみたいな、ね、ツイッターとかもめちゃめちゃ見るし、ね、なんか結構、ね、お店とかで獣っぽいグッズを集めて飾ってくれてる、なんだろう、ゲームセンターさんとかもあったりして、すごいなんか皆さんが愛してくださってるのが嬉しくて、ね、もう超ワクワクしてます、はい、感じるよね、嬉しいです。うん、さあということで、以上がケモノフレンズ3、はい、おさらいの時間ということでした。はい、はい、では続いてのコーナーに参りましょう。続いてのコーナーはこちら、アプリ版リリース直前チョコケモ大発表。さあ、本日はですね、チョコケモの第9話を初公開していきたいと思います。いや、そしてですね、大発表もあります。大発表、まだいません、楽
かと思った今、はい、そして第9話もまだ見せません、うん、まずはですね第9話を初公開する前にちょっとおさらいということで、はい、第8話を皆さんに見ていただこうかなと思いますので、うん、こちらの方をご覧ください、はい、ちょこっとアニメ。何しているのだ？遠くの知らない場所を想像してるのです。旅でもしたいの？カリフォルニアアシカさんはどこか行きたいと思わないです？考えたこともなかったわね。新井さんとフェネックさんはいつもどこか行ってる感じがするのです。確かに新井さんはあさっての方向に行くよね。新井さんはな、探検隊なのだ。探検隊って何です？魚の名前じゃない？全然違うのだ。誰も知らない場所にわざわざ向かうフレンズたちのことを言うんだよ。おお、かっこいいです。前人未到なのだ。ところでどこかに向かってるみたいだったけど。あ、そうだったのだ。呼ばれていたのだ。すっかり忘れてたね。新井さんの出番なのだ。それじゃあね。はい、第8話見ていただきました。新井さんが出てたけど、うん、そうです。どうですか？どうでしたか、ね、当時の記憶は。当時の記憶、私言っていいのかな、これ撮った時一人で撮ったから。あ、そうなんですね。そう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 な感じ。あれ初めて声聞いたのって、これじゃあ別撮りして出来上がったところが初？これは聞いたのはそう、初めて。そうそうだ、ね、出来上がった。出る前聞いた。出る前。じゃあ絡んでるその動画で絡んでるのは、うん、絡んでるのは初めて見たこの。そう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 、これチョコケモが初めて。そっか、なんか、そうそうそう、ね、なんだ、うん、会いたいな。まだ会ってない、会ってない、会った、お会いしたちょっとだけ。はい、じゃあ会ってご挨拶したぐらいなんですけども。そっか、マミさん会ってないのか。会って、なんかもう会ってる感覚で。会ってない、会ってない。だから楽しみ、うん、みんなが言う情報だけがどんどんここに。お大事みたいな。そうなんか、なんか、うん、そういう情報だけが。なんかでももうすでになんか愛されてる感じ、うん、ね、なんかそんな感じがすごい元気なだなっていうね。元気なけどやってくれました。いやーね。じゃあ最初の振りはもう決まった。次会う時はね。生で見れたからすごい嬉しかった。お大事って。じゃあ、 あの8話見ていただきましたんで、それを踏まえて、では第9話初公開です。こちらです。オーフラミンゴは旅とかしたことあるんだよね。あなたもしたことあるじゃない。ご飯探しにうろうろしてるだけだよ。オーフラミンゴはすごく遠くまで行くでしょ。鳥のフレンズは結構多いわよ。遠くまで旅するの。へえ。そんなに気になる？気になるよ。旅って楽しそうだもん。そうね。はっ、サーバル、ちょっとちょっと。おみゃ、やっぱり旅って楽しい？楽しいよ。知らなかったフレンズと出会えるし、友達になれるし。おお。いかにもサーバルって感じね。どういうことかな。ところで、どうしてここに来たの？隊長に呼ばれたから。ちょっと安陰地方までね。隊長、じゃあね。ねえねえ。はいはい、今度一緒にどこかお出かけしましょうね。やったー。コメントが盛り上がった。
出てきましたね。あれナブルさん初登場で、ねえ、声とはちょっと可愛い、可愛い。コメントも賑わってましたけど、どうなんですか。あと何地方って言ったか。アンイン、アンイン、アンイン、アンイン地方。なるほど、もう声にね、声を情報が、アンイン地方に隊長さんたちはいるっていうことなんですね。それも初情報ですね。うん、そうだね。ってことはあのお手紙を出してたのは隊長さんで、ラッキービーストロボにお願いねって行けってやってたってことなんですかね。どうなんでしょうかね。っていうことなんですかね。どうなんだろうね。謎がまた深まる。謎はね。情報出れば出るほど謎になりますね。楽しみが止まらないっていうね。可愛かった。相変わらず二人はラブラブでしたね。ラブラブ。ラブラブ。よかったね。ねえ。彼女みたいなことしてた。可愛かった。まあでも、まあなんとなくコメントにも書かれてますけど、まあサーバルの声が誰なのかとか、まあいつ発表されるのかなとか、まあその辺もお楽しみにお待ちいただくとして、ここでお待たせいたしました。チョコケモ重大発表。何ですか？何だろう。こちらです。はい、1話から9話まで公開したチョコケモですが、次回の第10話で一区切りとなります。そしてこのチョコケモ第10話はなんと9月24日配信のアプリ版ケモノフレンズ3で先行公開されることが決定しました。どうなるんだろう。完結するんだ。そう、どうなるんでしょう。どうなるんでしょう。全部の謎はこれから解けるのか。その辺はアプリ内から見ることができますので、最終話がねどうなるのか、ぜひはいアプリをダウンロードして見ていただければと思います。そしてこれだけじゃないです。さらにこちら、チョコケモ新章制作決定。ありがとうございます。嬉しい。そうコメントでね見てる方もいたけど、一区切りということで第10話で一区切りということで新章のね制作が公表につき決定いたしました。このね新章はですね、これまでに登場してこなかったフレンズがたくさん登場するということで、あれ出てない人、出とるやん。もっと出たがらないで。もうやめて。やばって、うちら一回やらせていただいた。一回一旦出てから。そう、一回出して。でもあの温泉さん、いやいいですいいです、本当に大丈夫。一旦お待ちいただいて。すいません。あれペパ、あそっか、ネモちゃんも出て、あここも出てないか。出てない、出てない、出てないです全然。え、出てないものたちを宣伝してたんだね。そうなんですよ。全然出てないね。出たいです。ゲストしか一人しか出てないこの状況やだから、これ収録について質問できるの小野ちゃんだけだから。どういう感じだったら。どうやって出るとんねん。え、そうなんだ。立ってマイクの前で。そういう感じなんだ。でしょうね。だからどうなるかも普通に皆さんと一緒の状態ですね。何も知らないから、どんな感じの10話がまずどんな感じなのかはあのゲームで確認してもらって、それ後の新章はぜひ我々が、ぜひともぜひともね、いつでもね、お願いします。全部割ってたらいけるね。はい、ということでリリースとなるアプリを含めまして、ケモノフレンズ3をユーザーでね、皆さんで盛り上げていけばどんどんいろんなことが続いていくんじゃないかなと思いますので、ぜひねツイッターでつぶやいたり、ツイッターでつぶやいたり、ツイッターでつぶやいたり、周りの人に広めたり、もういろんなねことをねしてもらえたらいいなと思いますので、よろしくお願いいたします。さあということで、引き続きチョコケモをお楽しみに。以上、リリース直前チョコケモ大発表でした。イエイ、どんどんいきますよ。はい、続いてはアプリ版リリース直前、動物の力お勉強の時間。なるほど、勉強するぞ。なるほど、なるほどね。さっきからずっとコメントで気になってたから触れずにはいられないんだけど、腕がないって言われてちょっと透けちゃってね。触れずにはいられないんだから、今日透けちゃって腕がちょっと透けがちです。透けがちですけどね。はい、ネモちゃんさんも透けてるし、私も背中が透けますよ。そうだね、背中が透ける。はい、見えない。あんた本当だ、多分めっちゃ気になってたんだと思う。コメントにめちゃめちゃ来てる。はい、こんな感じで、はい、こんな感じでおっしゃいます。間違いではないので、はい、気にしないでください。さあではですね、今からのお時間は動物の専門家の先生からケモノフレンズ3に出てくるフレンズについていろいろと教えてもらうというお勉強の時間でございます。はい、それでは本日の先生、この方です。はい、今回も白輪先生とお願いします。レギュラー、
ラーですね。はい、白尾先生。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。もうレギュラーと言っても、うん、ね、そうですね、過言ではない、お世話になっております、はい、白輪先生。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではそんな白輪先生に、本日教えてもらうフレンズはこちらです。おー、アライグマ、フェネック、コキでございます。かわいいな。このアライグマ自撮りみたい、ね、なんかいい写真だよね。自撮りしてる写真。どんな質問を取られた。自撮りうまい。うまい ね、 ね。じゃあ最初にまずはじゃあこちらのフレンズについて教えていただきましょう。こちらです。アライグマ。はい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 。それではアライグマについて先生教えてください。はい、アライグマはアメリカからカナダ、ね、メキシコぐらいまでのとにかく北米大陸に住んでる生き物なんですね。で、雑食性で何でも食べちゃうんですけど、もうとにかく動物から植物、あらゆるものを食べるんですね。で、名前でアライグマっていうんだけれども、なぜ洗うって洗うような動作をするんですね。水の中につけたりして、まあ、そういうことでアライグマって。本当にそれなんだ。そうなんです。いろんなもので、だからビスケットとかも食べるんだけども、そういうものも水で洗っちゃうので溶けちゃったりして。かわいい。かわいいかよ。で、1970年代ぐらいに日本ではアライグマラスカルっていうアニメが流行って、それからすごくペットで輸入されるようになったんだよね。で、そうなの。それでたくさんたくさん飼われて、年間1000頭以上輸入されてきたもんだから、もうそれが逃げ出したりね、捨てられたりして日本にもたくさんいるようになって。それからなんですか。そうですね、2008年ぐらいかなにはもう日本全国どこにもどこの県でも見つかってるようになっちゃったんですよ。で、今だとね、もう日本だと害獣扱いされて駆除されたりしてきていてね、かわいそうな動物になってしまったんだけれども、本当はね、かわいらしい生き物だったんだけど、日本にいるばっかりにね、今は悪者になってしまったっていう動物なんです。そんな悲しいエピソードがなかなか懐かないんですよね、人に。慣れる個体は慣れるんで、ものすごくこう大通りするんだけれども、なんかちょっとこういたずらした時に怒ったりしてコツンって叩いたりちょっとしたらすると、もうそれでもう反感を買ってね、すごくもう恨みに思ってずっと噛みついてきたり、すごく性格がいきなり変わっちゃうんですよ。表現するんだ。まさに今再現してくださって。やっぱりその飼うというところではちょっとやっぱ向いてるか向いてないかで言うと、一緒に生活するのはちょっとあれかもしれないですね。そう、もともと野生の動物なので、身近にね、飼ってペットにするっていうのはちょっと向いてなかったのかもしれないですね。こんなに可愛いのにかわいそうですね。タヌキみたいだよね。かわいい。超かわいいですよ。なんかでもそんなアニメの影響で生態系が変わっちゃうなんてすごいですよね。なんかそんなことあるんですね。そうだね。そう、だから日本っていうところはアライグマにとっては生活しやすかったから、そのまま定着したったんだよね。なるほど。あ、なるほど。生息はしやすいです。生息しやすい。結局タヌキとかがいて同じような似てるじゃないですか。そういうところ の隙間に入っていって生活してるんだよね。居心地よくて定着しちゃったがゆえにってことなんですね。なるほど。なんか質問あります？他に。私割と知ってるからみんな。あ、じゃあいいですか。この写真って暗いじゃないですか。で、アライグマさんって基本そういう真っ暗いところが好きなんですか。アライグマ、天敵はね、野生でいるとピューマだとか、オオカミだとかが天敵なんだけれども、基本的に夜行性なんですよ。夜の方が動きが活発になるので、夕方から夜にかけてが動くのでね、暗いところがまあ落ち着くんですね。ああ、そうなんだ。だからこういう暗いところで自撮りをされていた。自撮りはしてない。自撮りはしてない。自撮りはしてない。なるほど。バッチリ写ってる。バッチリ可愛く写られてる。これ、新井さんは、新井さんって
獣ミラクルっていうのが必殺技でリンゴをゴシゴシ洗ってるんですけど、なんか好きな食べ物ってなんかそういうリンゴとかだったりするんですか？まあ、リンゴとかも食べる、果物はもう何でも食べますよ。魚とかザリガニとかね、あと哺乳類、哺乳類、何でも食べちゃう。何でも食べるんだ。本当の食べるよ。雑誌食べる。何でも食べる。ラーメンもいけるんだろうね。好き嫌いなく、もう手当たり次第食べちゃうのね。何でも食べる。すごい。ラーメン。生命力がすごい強いんです。そうか。何でも食べれちゃうから。じゃあ何でも食べちゃうってことは、すっごく大きくなったりもするんですか？大きさ、はい、大きさでは体重ね、もう大きいものだと十数キロ、あのもう飼ってると普通に小さいものがいるんだけれども、こんなのいますよね、こんなまんまるやつとかそう、ドッグフードなんか食べてるともうボコボコボコって太っちゃって1キロになっちゃうのね。すごい、そんな大きいんですね。本当は野生の場合は12キロぐらいかな、最大でもそのぐらい。だから飼って飼育にいるものは、ね、太りすぎちゃって倍ぐらいになっちゃうのね。お腹壊さないんですね、何食べても。本当にあの貪欲で、ありとあらゆるものを食べてしまうので、結局は自然の生態系を崩してしまうってことになっちゃうんですよね。なるほど。ありがとうございます。はい、じゃあアライグマについていろいろお聞きしましたので、続いてのフレンズに行きたいと思います。続いてはこちらです。フェネック、はい、これまたね、かわいいフェネックですけれども、先生ではフェネックについて教えてください。はい、フェネックは北アフリカ、アフリカの北の方のサハラ砂漠を中心とした、砂漠に住んでいる、キツネなんですね。はい、これ世界最小のイヌ科の動物と言われていて、イヌ科の野生のね、野生のイヌ科の中では一番小さいんですよ。まあ、体重で1キロから 1.5 キロぐらいにしかならない生き物で、まあ、とにかく砂漠の、地下に砂穴を掘ってその中で生活している生き物なんです。で、夜行性で、小さな哺乳類だとか、爬虫類、トカゲやヘビとかね、あと昆虫、サソリなんかも食べちゃいますね。あとサソリも食べちゃう。少しの植物も食べるので、それから水分取るのでね、植物の根なんかを食べたりしますね。もしかしてフェネックをやってる。すばしっこいのでね、本当に小さなネズミなんかも追いかけて食べたりして、ネズミも食べるんだ。すごいな。なんか砂漠にいる生き物ってこう足の裏までふわふわのイメージがあるんですけど、フェネックさんもそうなんですか？そう、足の裏に毛が生えていて、砂に沈まないようになっているんです。で、耳が大きい、フェネックの特徴は耳が大きいっていうことなんですけども、その耳で、その小さな動物、昆虫も含めた動物が動いてる音、砂をかき分けて刺さっている音を聞き分けて獲物を捕まえるわけ。そうなんだ。だから耳が大きい。どっちどっちがどっち、どっちがどっち、どっちがどっち、どっちなんだろう。食われてる。そうだったんだ、フェネックさん。ちゃんとやっぱ耳が大きいのにも理由があるんだ。理由がある。ちょっとなんか楽しそう、お二人が楽しそうです。どちらがどちらで。じゃあ次行きますよ。次、はい、続いてのフレンズに行きましょう。こちらです。トッキー。なんか凛々しい。かっこいい。ね、最初の2つに比べると厳しい感じしますけど、では先生、トキについて教えてください。はい、トキね、トキはもうニッポニア日本っていうね、学名がついてるぐらいで、本当に日本 の、 象徴するような鳥なんですけどね。まあ、このトキは残念ながら日本では、2003年に、最後の1羽が絶滅してしまって、死んでしまって、絶滅しちゃったんです、日本ではね。で、その後、繁殖、中国から、借り受けてきて、今繁殖をして、日本では、今もう野生でもね、400羽以上ですね。日本の野生状態に400羽以上いて、飼育で大体200羽ぐらいいるのかな。だから今日本国内には600羽ぐらいいるんです。もともと日本にももちろん広くいたんだけども、最後はね、新潟県の佐渡島に、だけが残って、そこで最後の1羽が、死んでしまって絶滅してしまったんだけども、中国で、飼育されていたり自然にいたりする個体がいたので、それを元にして増やして、今では2000羽近くにはなったっていうことなんですね。そうなんですね。
もともとはロシアや、朝鮮半島にも、ね、いたんだけれども、そこはもう絶滅してしまっていて、日本と中国にしかいない鳥になっちゃったのね。なんで絶滅しやすい何かがあったんですか？もともと捕まえたんで、たくさん捕まえたんですね、昔はね、本当にトキってね、普通にいたんですって、日本の、江戸時代とかね、その昔はね、日本の各地で見られたって言われていて、だけどそれが結局捕獲をされて、いなくなっちゃったんだよね。食べられたりもしたしね。あ、食べられる、そうなんだ。人間に食べられてね。え、トキを食べるの？トキを食べたの、昔は。それは日本でってこ、日本で、そう。で、羽を飾りにしたり、弓矢の矢にした、矢のね、羽にしたり、布団にしたり、いろんなことに使ったんですよ。なるほど。その結果、やっぱ絶滅にまで行ってしまったっていうことなんですね。そう、だから完全に絶滅してしまったのね。なるほど。申し訳ないですね。なんかそういう悲しい歴史が、ね、あるっていうのは、なかなかね、絶滅したっていうことぐらいの、ね、情報しかなかなか知らなかったけれども、はい、では、はい、いろいろ勉強できたと思いますので、はい、ここからは、お勉強の時間恒例のクイズタイムに行きたいと思います。はい、まあ、今日教えてもらったね、フレンズに関するクイズを先生に、視聴者の皆さんに出題していただきます。今回はですね、3問出題させていただきます。はい、皆さんにはニコニコのアンケートで、回答していただきまして、回答率が一番高いものが、皆さんの回答ということでございます。そしてですね、今日はリリース直前スペシャルということで、はい、全問正解、皆さんがね、全問正解すると、みんなの渾身のシチュエーションゼリフ。なるほど。なんか、あ、これいつもやってますね。これになってきてる気がする。だから、よりスペシャルな感じでよ。よりスペシャルとは気持ちの問題。悪い顔してるけど、もちろん先輩方にもやっていただきたいとは思ってます。みんなって今やはい、なんていうのやっぱり、この番組の名前なんでしたっけ？いやテモノフレンズ3ワクワク探検レポートの出演者は どちら様でしょうか？あ、いや今日はもう皆さんで潔く手を挙げろ。何なんだよ、頑張って。ちょっと3人がみんなでピチピチな感じ、知ってる知ってる、時間をさせようとして余計なことしゃべってる。あ、いろんなことをやってきてね、ここまでたどり着いたと思うんですよ。そうだぞ、先輩簡単に見せられないぞ。根本パイさん怒りやぞ。じゃあ行きますよ。まあ、皆さんがまずクイズに全問正解しないことで始まりますので、はい、ということで行きたいと思いますよ。それでは第1問目です。第1問目、タヌキやアナグマにもよく似ているアライグマですが、属している科は次のうちどれでしょう？1、タヌキと同じ犬科。2、アライグマなのでアライグマ科。3、アナグマと同じイタチ科。ね、分かんないもん。でもほら、そう、新井さんだから、新井さん、新井さん、新井さん、やっぱ正解出しちゃつまんないよね。え、なんかプレッシャーかけられるよ。そうですよね、根本先輩。でも答えのみんなだからやばいよこれ。さあ、どうなんでしょうか。ということで結果が出ております。皆さんの回答はこちらです。はい、タヌキと同じ 76%、 アライグマなのでアライグマが 72%、 アナグマと同じ 76%。 圧をかけられた1番の方、21% の方は圧に負けてしまったという。はい、ということで、まあ、今分かんないですよ、一応ね。じゃあ、白尾先生に正解を聞きましょう。先生、お願いします。はい、アライグマは2番のアライグマ科です。あ、はい、わかりました、皆さん。アライグマはアライグマかということで、空気を読むのは大事です。はい、いただいておりますけれども、これは
あまあもうアライグマだからアライグマかっていうことでいいんですよね先生。あ、まあそうですね、アライグマだからアライグマかなんだよね、うんうん、だけどクマってつくんだけど本当のあの月のワグマとかヒグマとかね、ああいうクマとは全然別物でアナグマのクマとも違って本当にアライグマかっていう科なんです。本当にちょっとずつ違うっていうことなんですね。そう、違うってこと。はい、アライグマかということでございました。じゃあいきますよ、いいですか。第2問目、第2問、世界最小のイヌ科のフェネックは動きが速く俊敏です、うん、アラブの人たちの間ではフェネックの素早さがある言い伝えになっています、うん、2頭の犬はフェネックを遊ばせ、3頭の犬はフェネックを丸々させる。さて、丸々に当てはまるのは次のうちどれでしょう、うん、1. 笑わせる、 2. 怒らせる、 3. 怖がらせる。むずい、めっちゃむずい、めっちゃむずい、むず。え、2頭の犬はフェネックを遊ばせ、3頭の犬はフェネックを丸々させる。何させるんだろう。でもめっちゃ足が速いってこと。そう、フェネックは動きが素早くて俊敏なんですよ。はい、なんでアラブの人たちはこの素早さをね、伝えるのにね、3頭の犬はフェネックを丸々させる、なんでしょうか。2頭の犬はフェネックを遊ばせる、ね、そう、2頭だと、うん、フェネックを遊ばせるんですよ。うーん、3頭犬が集まるとフェネックがどうなっちゃうかっていう。この時に笑わせるのか、こうもう一匹追加されたらなるのか、どういう、それで答えは導き出せるのでしょうか。そう、それで出せるのでしょうか。めちゃむずい、みんななんて言ってるかな。さあ、では結果が出ますので結果見てみましょう。こちらです。はい、1番を笑わせるが 55.2%、 2番を怒らせるが 15.9%、 怖がらせるが 28.9% ということですけれども、どう、なんでだろう、これは結構ね難しかったですね。難しい、割れましたね結構、はい、じゃあ白尾先生に答えを聞いてみましょう、お願いします。はい、アラブの人たちは3頭の犬はフェネックを笑わせるっていう。成功だ、さすが、すごい、さすがですね。すごい、いつも頭いいけど、ニコーって笑いそうだね。あ、まあ、どういう、まあ、犬2匹に対してフェネックが、あ、フェネックに対して犬2匹だったら、まあ、フェネック的には遊んでるレベルだよと。うん、で3頭だと、もう3頭いてもフェネックは笑っちゃうんだと。4頭いるとフェネックは走り回るよと。うん、4頭まで続いてんだ。5頭いるとフェネックがやっと逃げ出して6頭で捕まっちゃうよと、そうって言ってるんです。犬が6頭いなきゃ捕まらないんだ、そういうことを言いたいんですね、この話。そんだけ素晴らしいっぽいってことすごい速さ、めちゃめちゃ速いってことだ、すごい、やっと、やっと理解した。想像よりね、6頭いないと捕まらないっていう、それというふうに言われてるぐらいぐらいの、そうでいいよね、そんぐらい速いってことね、そんなに速かったんだ。そうだったんだ、知らなかったね、知らなかったね。さあ、じゃあ、今のところ2問連続正解ということで、全問正解まで最後の1問ということでございますよ。いきますよ、はい、第3問はこちらです。日本産のトキ、先ほども先生がおっしゃってましたけれども、残念ながら2003年に最後の1羽が死んでしまい絶滅してしまいました。この最後のトキの名前は次のうちどれでしょうか。1緑、知らないよねみんな、青、3、金、これニュースになってた、うん、金、青、はい、どれでしょうか。あ、教科書で見たっていう人も、教科書で見た、簡単だって、簡単、簡単、簡単なの、うん、まあ、色の名前のどれかですよね、うん、優しいからフレンズの皆さんは、そう、どれでしょう。これ結構でも、もしかしたら今までの3問の中では一番、はい、じゃあ結果で出ますよ。どうなんだ、結果発表していただきましょう。こちらです。1、緑 15%、 2、青 6.4%、 3の金が 78.2% ということでございます。なるほど、さあどうなんでしょう。青であれ、青であれ、青であれ、一番青であれ、青かもしれない、わかんないよね、わかんない、わかんない、じゃあ先生、白尾先生に聞いてみましょう。先生、答えをお願いします。はい、答えは3番の金ちゃんです。金なんですね、おめでとうございます、おめでとうございます、みんな頭いいな、頭いいな、みんな
さすが知ってる、本当にすごいな、じゃあ知ってた、金も100歳、銀も100歳そうなの、もしかして金さん、銀さんですか、銀さんですか、銀さんですか、若返って、何しにいらっしゃったんですか、なんかすごい自由に楽しまれてる感じが、楽しい、ニコニコ生放送に、ニコニコ生放送、今ね、現在こういう感じで放送させていただいて、コメントが出てる、いっぱい、銀さんでしたっけ、あ、金さんの、銀も100歳、金も100歳どうします、続けます、どうします、終わりにしましょう、はい、終わりにしましょう、はい、ということで、見事、3問全問正解でございます、おめでとうございます、おめでとうございます、やったじゃん、シチュエーションゼリフやるとして、じゃ あ、 あれ2人にシチュエーション決めてもらおうかななんだろう、何が来るの、今までいろんなことをやってきたじゃないですか、ね、それを踏まえて、まあ、せっかく今度、うん、獣フレンズ3が、まあ、アプリ版もアーケード版も出るってことで、はいはい、もう家 に、 こう 家、 に、うん、家でみんなでゲームをするとき、ゲームをしたいなっていうときに、うん、でもなかなかやってくれない人に対してすごい甘い感じでゲームをしようっておねだりするセリフを、あ、みんなで、みんなでゲームで、2人きりではない、あ、みんなで、じゃあ2人きりで、2人きりで、余計なこと言うとどんどん増えた、なんかいつもより設定が細かいような気がするんですけどちょっと趣味がすごいすごい、獣フレンズ3のゲームが出てやりたい、うん、でも一緒にいる人はやってくれない、その時どんな顔をするのか、これはすごい生き生きしてんだけど、楽しそうだな、アプリ版だね、アプリ版の獣フレンズ3リリースされました、うん、自分興味あるけどそんなにゲームに興味なさそうな彼だと、うん、その彼に対して興味持ってもらうためにどんなことを言ってどんなことをするかっていうところがポイントだ、うん、そうだよ、今回の放送を例えば友達に見せたら、あ、じゃあ獣フレンズ3やってみようかなってなるかもしれないんだから、これはやっぱ重大ですよ、それは大事です、うん、本当に、はいはいはい、じゃあ大工いきますか、いやもうここはもう待って、ドール役の泉風花ちゃん、いやいやいや、最後の方になっちゃったから、いや、そう、先輩の言うことは大事だよ、最後が一番役だから、マジ役だと思う、あ、じゃあ私やろうかな、あ、じゃあ私やろうかな、まあ、先生の推薦なんで私からやりたいと思います、ごめんごめんよ、じゃあ、はるかよ、はるかよ、まだちょっとお互いしの、お互いちょっと絶望の淵で行こう、やるよ、いいやるよ、心の準備できてないけど、もうちょっと離れとこう、離れとこう、離れとこう、はい、距離感すごい、あ、山田くん、山田なんだ、ね、この間リリースされた獣フレンズ3のアプリゲームがあるんだけど、すごい可愛いフレンズさんたちいっぱい出るから、よかったら一緒にやらない？魔法がかかった、新しい音声が記録されました、あれ何？甘くないですか？いや、ちょっとだからもう、ね、運営さんの OK が出た、ちょっと甘くない、ちょっとさ、おかしいよそのピロリロリじゃないからいや、そんなんで、ねおちゃん思い出そう、これは面白くするためではなくて可愛くいくためだったの、いいよしか君の方向がずれてしまっただけなんだ、いつもちょっと毎回ちょっとふざけちゃう節があるので、まあリリース直前ということでちょっとたまにはちょっと真面目にやってみようかなということで、はい、芸人根元は納得しておりません、はい、すいません、可愛かった、ちょっと甘いと、甘いなちょっと、でもこれピロイロリは私たちが流したわけじゃないですから、もうそのそうテレカリの皆さん、スタッフの皆さんがもう、はい、あ、可愛い OK って出したのがもうこれ正解ですから、そちらのねこうブースの外の OK が OK なんでスタッフさんに愛されてていいね、素晴らしいと、我々も愛されて、愛されてました、言い方がちょっと良くなかった、大丈夫、ベクトルがね、ベクトルが違う、求められてるベクトルが違った、じゃあ次の方行きましょう、はい、さあどうする、はるかよ、じゃあいつもカギは最初だから、え、カギは最後にしよう、え、急な裏切りが、ちょっと終わりから、ちょっと急にね、急にね、カギは最後で、じゃあ次行ってみたら、どう、行ってみる、行こっかな、行こっかな、だけど、なよ、ね、待って、大丈夫大丈夫、大丈夫大丈夫、考えときな、考えときな、助けを求めときな、なんかすごい、根元に聞くのは危ない、根元に聞くのは危ない、根元に聞くのはやめて、なんかずるいなこれ。
り。お、何聞いた。入れ知恵されてる。どうでしょうか。ひどい。でもこれはもしあの春が大怪我したら、萌えセリフといえば、うん、ちゃん先みたいなとこあるんですよ。あ、なるほど、確かに、ね、なんかそのもう本当に素晴らしいこと多分言ってくれてる、ね、何ですか。じゃあ行こうか。いいな。じゃあお願いします。あ、ねえねえ、携帯貸して。うん、ありがとう。ピピピ、獣フレンズ3。し、ダウンロード始まった。ねえ、ほら一緒に。ん、何でしたっけ。無理やり続けて、無理やり続けて、頑張って、頑張って。あー楽しい。うん、とりあえずチュートリアルやっといたから、続きは山田くんやってね。あと私の ID も入れ、あ、 ID、 私の連絡先も入れといたから、いつでも獣フレンズ3迷ったら電話して。いや、ピロリのゲームじゃない。いや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 、これは違う、これは違うと思う。ピロリじゃない。いや、ピロリのゲームじゃない。これは違う。ピロリのゲーム、今のは違うと思う。ピロリのゲーム、いや、ピロリ来た。スタッフさん、今のは違くない？大丈夫？今、そうですか？これは、そうですか？これは、小野さんどういう感じだったんですか、もともとは。解説をお願いしてもよろしいでしょうか。私が伝えたかったのは、こう、借りて、入れて、はい、ダウンロードしといたからやってね。あ、ついでに私の携帯番号も入れといたから、夜電話しながら一緒にしようね、みたいな。おお、なるほど。全然違ってないです。あれ、だいたいちょっと違いましたね。あの、あれを、あのゲーム興味ない人チュートリアル飛ばすと結構きついからね。マジレスするから。確かに。チュートリアルやらやらしてあげてと思って気になってます。なんか最後の言い方がちょっと古臭かった。なんか電話しやすい。あの、なんか昭和感、完全にしもしもな、しもしもな感じだったけど。でも、なりましたから。あ、ピロリロリ。これ、なりましたから。正解だったんだ、いいの。まあ、そうだね、正解ってことでいいか。ね、ピロリロリになったからね。やった。あ、もう仕事終わった。これは最後かかってるよ、すごく。最後ってやだね。すごくかかってるよ。ピロリロリになるかな。最後やだね。やだな。最後の重圧がやばいね。よし、やりますか。あれですよね、家に、そう、家にいます、人がいます。獣フレンズ3のアプリゲームを一緒にやってほしい。一緒にやりたい。だけどやってくれない。そう、もう始まった。やってしまった。あの、今やってほしい、頭に入れてるの。あ、今日インプットしてる。キュンとさせて、じゃあやってもらう方法。キュンとしたい、キュンとしたい、キュンとしたい、キュンとしたい。わかった、来い、私降りろ。よし、わかりました、やります。はい、では、あれ、どこだ。じゃあお願いします。あそこのカメラですね。行きます。ガラガラガラ。ねえ、獣フレンズ3一緒にやろうって言ったじゃん。なんでそんなゴロゴロしてるの。もうポテチも禁止。あ、雑誌も禁止。どうして一緒にやってくれないの。んー、じゃあ私と一緒にやってくれたら、一緒にお昼寝してあげるよ。ここ空いてるよ。え、カスが。私のここ空いてるよ。ピロリンが慣れてる。あ、春日さん、春日さん、なんか、うん、ピンクのベストの方、なんか違う、春日さん、しんどい春日さんやな。柳原のここ空いてますよ、じゃないの。いや、だからちょっとあれですよ、あの、一緒に、あ、春日来た。説明しますと、あの、一緒にゲームをしてくれたら、うん、あの、私の隣で寝かせてあげるよという、あ、あのシチュエーションで喋ったんですが、ね、もうどうですか。どうですか。もう最後に持ってかれすぎて、もう感じが急にコント感が、なんか急に、ね、急にコント感が、まあ、じゃあどうです、これ見本見せればいいですか。ぜひ見せてください。ちょっと難しかったです。私のさっきの案も言っちゃってるから。そうだね。じゃあ、どうします、ま、せっかくですから、どちらか、どっちでもいいです。どっちもやるのもありですし、それはもう、そのちょっと案が、ちょっとお題がちょっと難しかったので、
先輩の答えが見たいです。見たいな。でもほらやっぱこう根本ほら対戦の実力って書いてあるよ。全然思いつかない。ちょっと待って。あでもお二人でやってほしいみたい。お二人にやってほしいですよね。皆さん二人でやる。彼氏やるよ。じゃみんなにやってほし、みんなやってほしいよね。彼氏やるよ。待って何しよう。はい。え、うん、どっちから行く？ネタ合わせ。ちょネタ合わせする。ネタ合わせ。登場人物二人、二人じゃないから。そういう風じゃないと思ったんですよ。このそんなに時間がありませんか。白輪先生。あ、白輪先生。白輪先生はあのゲームとかはあのされるのでしょうか。ゲームやんないな。じゃあな、なんて言われたら。フリーやってみようかなと思った。あ、やった。嬉しい。私たちのやつが聞いたんですね。やった。聞いた聞いた。やった。やった。嬉しい。ありがとうございます。よかった。カギアのカギアの隣でお昼寝できます。先生、私の隣が。はい。お昼寝できますよ。どういうさせだよ。どういうことですか。もうよまだですか。もう本当に時間がないんですよ。すごいよ。すごい。根元が全然思いつかない。やばいね。根元が全然思いつかないって言ってる。やばいね。ちょっとやばいね。そんなそんなことある？そうですね。スランプよ。スランプ。最近こういうニコ生出てなかったからちょっと眠ってきちゃった。ちょっとね。はい。じゃあもうどっかで違うところでやるか。いや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 。今やる？今やりました。お、よ。さすが。かっこいい。行きましょうか。はい、行きます。手パつまった顔してる。あれ？あ、彼氏役。あ、もしかして。まさか。二人。もしかしてそういう感じかな？ねえ、なんでそんなにゲームやってくれないの？やってやって。やりだすと課金が止まんねえんだよ。やってよ。やりだすと課金が止まんねえ。そんなにゲームやりたくない気分なの？貯金したいから。じゃあ今からやりたくなる気分をかけるね。あなたはだんだん獣フレンズ3がやりたくなる。やりたくなる。やりたくなる。はい、コンビニ行ってきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ということで動物たちからお勉強の時間でした。先生もありがとうございました。私こういう担当じゃないの。本当は動物ビスケッツってそういうのじゃないの。やめろよ。ペパボもちょっと違うみたいな。はい、行きますよ。もうよく頑張ってください。これが先輩ってやつですので。勉強になったな。超えてるんだね。先輩の背中を見て、すくすくと芸人街道を歩んでいただければと思います。頑張ります。はい、ということで続いてのコーナーに行きますよ。続いてのコーナーはこちらです。アプリ版リリース直前、獣フレンズ3最新情報。いろいろ注目情報があるんですけれども、まずはですね、その前に皆さんに、これまで紹介してきたフレンズたちを、改めて紹介していきたいと思います。見ていただきましょう。こちらです。はい、ということでこんな感じで、これがね、今まで公式で紹介してきたフレンズたちになります。かわいい、ね、いろいろいるけど、私ジャガーさんがすっごい好きなんですよ。この絵の、なんか首がモコモコしてる感じが、なんかモコモコしてんのになんか足のあの一番大事な部分は出てるみたいな、ああいうバランスがすごい好きなんですよね。いいよね。急になんか生々しい話してすいません。マニアックなね、頼りがいのある姉さんって感じでね。いいよね。いっぱいね出てきましたけど、ブラックバックやっぱ角すごいですね。すごい高さ。こう考えてみると結構、ごめん、いけ、こう考えてみると顔より長い。顔の大きさより、ね、うん、でかい。めっちゃでかいし、攻撃力めっちゃすごい。持ってるものがでかい。フラミンゴさん伸縮してるもんね。ねえ、かわいそう。めっちゃ邪魔されてるじゃん。本当だよ。せっかく多分片すれ立ってんのに見えない。見えない。大事なポイント。本当だ。感じに、ね、なってるけど、花丸アニマルもいるね。そうだね、上にいます。あと新井さんもいますね。本当だ。あれ、皇帝ペンギンいないよ。あれ、あれ、あれ、あの、あれ、セクシーな。あれ、サーフさん、ちょっと書き忘れてますよ。ちょっとちょっと、ちょっとマーゲンのも、マーゲンもいないから。マーゲン、書き忘れてますよ。大丈夫ですか。まあでもね、これ黄色とすごい華やかですね。うん、本当に。
そうだね、これからどんどん増えていくと思いますので、今日はあの今公式から出てるフレンズを見ていただきたいんです、見ていただいたんですが、今日はですねなんとフレンズのストーリー動画というのをねご用意しております。そうストーリー動画こんな感じなんです、見てください、どうぞ。すごい動く。フェネック、フェネック、どこにいるのだ。すごい生アフレコだ。おやおや、ライいっぱいだ、いっぱいだ、いっぱいだ、みんなやりたい。フェネック、ちょっと教えてほしいのだ。かわいい。どうすれば新井さんの時代が来るのだ。ほうほう、いつもの話題だね。改まってどうしたのさ。結構いると思うよ。悲しいな、かわいい。そんなことないのだ。5回に4回くらいしか褒められてないのだ。新井さんはもっと褒められたいのだ。早く新井さんの時代にしたいのだ。そうだね、新井さんの時代が来るといいね。フェネックもそう思うのか。じゃあ一緒に方法を考えてほしいのだ。さすがフェネック。それじゃあ何か大きなことをするってのはどうかな。おえー、すごい、生で聞けるとは。これ新しいフェネックも聞けて、ね、フェネックさん、新しいフェネックさん、これあれですよ、ゲーム内では音声ついてませんからね。今回特別バージョンのね、フルボイスみたいなやつありましたけどね。これミサカだよ、猫じゃないあのこれは、新井さんの今あのストーリー動画だったんですけど、こう各ねフレンズごとにそのフレンズが主役のストーリーが、ストーリー動画っていうのがあるらしいんですよ、ゲームの中にね。のその部分の今回は新井さんバージョンをお見せしました。こんな感じでだからいろんなフレンズのすごいすごい動いてましたね。めちゃめちゃねこれ動いてたよね。動きが激しいよ、ぬるぬるめちゃくちゃかわいい。あの感情起伏激しいバージョン新井さんだったですね。だいぶ荒けてますね。ヒートアップしてね。じゃあ見ていただいたところで最新情報をどんどんお伝えしていきたいと思います。まずはこちらです。3月セガフェスのステージで発表させていただいた15万件達成報酬の時ですが、15万件見事に達成したので、全ユーザーにトキプレゼントさせていただきます。できました。受け取りなんですけれども、受け取りはスタートダッシュログインキャンペーン1日目の報酬として配布させていただきます。1日目にね一番最初にもらえますので、ぜひぜひダウンロードしてやってください。さらに、そうさらにですね、まだまだありますよ。こちら、事前登録達成報酬として、キラキラ250個、ガチャ10回分ですね。やったー。そう、あと星の2から3のフレンズをショップから選んで招待できるフレンズ招待状というのもプレゼントさせていただきます。選べるっていうのがね、選べるのすごいよね。推しが来る、推しのねフレンズをねゲットできます。そして、こちらのねプレゼントはゲームのチュートリアルを突破した後に受け取ることが可能ということでございます。すごいね、みんなが事前登録してくれるからどんどん、ね、豪華にもらえるものが豪華に、ね、なっております。そしてリリース記念のご褒美まだまだございます。こちらです。スペシャルログボ情報初公開ということで、先ほどねあの軽くあの紹介したスタートダッシュログインキャンペーンなんですけれども、トキ以外にも豪華なアイテムがもらえます。期間内に14日間ログインしていただけますと最大348個の、だからガチャ13回分ですね、のキラキラ、あとは招待券10枚、すごいもらえる、めちゃめちゃもらえる、めっちゃ推し来る。そうだから事前登録報酬の10回分のキラキラと合計すると最大で、招待33回分、めっちゃできる、めっちゃだけあるから、めっちゃ買わなきゃ、すげー、これはもう大盤振る舞いすぎるぐらい、大丈夫なのかって、いや損ですよね。いやそう本当にものすごいスタートダッシュだよね。すごい、めっちゃ走れる。ね。さら
にさらにまだまだございます、こちらリリース記念キャンペーンログインボーナスも開催です。これはですね、毎日ログインしてもらいますと、10枚集めることで星4フレンズが必ず1体招待できるというスペシャル招待チケット、これが、もらえます。最大7枚もらえますので、あとはもう3枚集めればもうすぐ星4フレンズ1体必ず招待できるっていうスペシャル招待チケットが、めっちゃもらえるじゃないですか。そうなんですよ。大丈夫なんですか、こんなに。本当にもう大盤振る舞い本当にもうなんかダッシュしすぎな気がするくらいもらえますね。いや本当にね、すごいもらえるものが多くてね、こうゲームをやっぱりダウンロードして続けて遊ぶといいことがこう盛りだくさんになってますので、こう毎日ね忘れずこうゲームプレイして豪華なプレゼントを逃すことなく受け取ってもらえればなと思います。お願いします。ちなみに皆さん事前登録は済んでるでしょうか。はい、済んでるかな。まあ済んでる方が多いんじゃないかなと思うんですけれども、まあ事前登録キャンペーン15万件達成しましたか。まだあのリリース日までは事前登録はあの実施しておりますので、ここでですね、追加のキャンペーンをキャンペーン報酬をご用意させていただきました。こちらです。はい、リリース開始時までに事前登録がさらに1万件増えたら、公式生放送ケモレポの出演者の寄せ書きサイン色紙のプレゼントキャンペーンを実施いたします。欲しい、あるある、自分がある、歴代がなんかイベントとか。そうなんですよ。そうだ、そうそう、私もあるわ。だからだんだんなんか増えてってる気がします。そうです、人数が増えてってる。確かに、なんか書いてるもんね。そうなんです、ちょっと上手になってってますよ、多分。慣れてる、慣れてきて。ものすごく一枚筆圧強いやつ。ね、あれはどうなんでしょうね。OB 横浜。OB 横浜。OB か。懐かしいね。結構ね、いろいろやってるね。ニコ町もやってるし。そうなんですよ。ね、なんかこれを見るだけでこうまだ歴史があるんですね。短いながらも感じますけど、これを、16万件達成で、はい、プレゼントということですので、ぜひね、まだね、あの周りね、お友達とかご家族とかね、職場の人とか、もうとにかくいろんな人に事前登録進めてほしいなと思います。よろしくお願いします。そしてリリース直前情報まだまだ続きます。続いてはこちらです。はい、花丸のウェブラジオラジオ番組、公式ウェブラジオがですね、インターネットラジオステーション音声にて、アプリ配信日の9月24日より配信開始ということでございますよ。もうどうなることやらっていう感じですよ、本当に。でもなんか3人で喋る、ことってあんまなく、なんか初めて3人だけで喋るっていうのはあんまり。大体こういう MC の方はゲストの方行っていただいてなので、だからすごい新鮮で、ちょっとあの花丸アニマルは花丸アニマルだけではちょっとどうにもならないみたいな節がある。で、あんまりツッコミがいないんですよ。あー、察した。あ、察しました。察していただけたやつですけど、あれツッコミ担当でしたっけ。そんなとこもあったりとか。本当ですか。まあ、でも私たちもラジオで探検隊やってたんで。お、なんだその謎マウント何。謎マウント何。やってたし、やってたし、2段目探検隊頑張っていただいて。頑張っていただいて。頑張っていただいて。先輩、私にそれですか。先輩、締め方も雑だし、ひどいね。ひどいですね。でも確かにね、3人だとツッコミがいない。そうなんですよ。まあ、どういう感じでやっていくのかしら。どんな、ね、でも楽しくやっていけたらいいと思います。まあ、ワイ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 と花丸なラジオになったらいいなって。こういうことですね。らしい、らしい、らしい、らしいね。そういう感じです。可愛い、可愛いからいいよ。ね、もういいね。諦めた。大丈夫。先輩は諦めたご様子。私にされちゃった。まあでもこれは、アプリ配信日の9月24日より配信開始ということですので、ね、ぜひ皆さんも聞いてみてください。よろしくお願いいたしま す。そしてまだまだございます。続いてはこちらです。リリースお祝い企画第3弾としてキャラクター診断コンテンツがなんと本日公開されました。ここで初めて今言いました。本日上からね、上よね、そこからね、そう、飛べる、上にね、今出てるんですよ。出てる出てる。なのでそこから飛んでいただいて、もうあなたのタイプはこれ。そう、今初めてここで言ったんで、めっちゃやりたい。快速でね、できますよ。やってみてください。何キャラぐらいね、出てくるんですよね。どれぐらいなのか、ぜひね、やってみたい。やりたい。やってみて、ツイッターとかにね、報告してほしいです。本当ですね。
今はまだニコ生見ててください。そう、窓を開いたままでお願いします。さらにですね、第4弾の方も進行中でございます。吉崎美音先生書き下ろしのお祝いイラストをはじめ、ケモノフレンズ関係者によるお祝い企画随時公開していきたいと思いますので、ぜひお楽しみにお待ちください。楽しみ、はい。そして続いてはこちらです。ケモノダモのミニアルバム10月4日にリリースです。先日 CD ジャケットのデザインの発表ありましたけれども、うん、ね、かわいい。通常版は、吉崎美音先生書き下ろしのイラストジャケット仕様、そして初回限定版 A はドービスペパプキャストの実写ジャケット仕様、そして、初回限定版 B はケモノフレンズ3のゲームビジュアルジャケット仕様となっております。はい、ちなみに3つの初回生産分に、ケモノフレンズ3プラネットツアーズのスキルカードが封入されているということです。だからもうこれでね、アーケードも楽しめる、うん、そう、ゲームもそれを持ってやっていただいて、3つあると迷うね。本当ですよね、あ、全部買うって言ってくれてる方も、ねね、ありがとうございます。そしてあの気になる各限定版の特典内容なんですが、初回限定版 A は、ケモノダモのミュージックビデオ、あとはケモノダモのメイキング映像を収録した特典 DVD と、あとは発売記念スペシャルイベントの参加券が入っております。そして初回限定版 B はケモノフレンズ3の BGM4 曲を収録した特典 CD と、発売記念スペシャルイベントの参加券が、入っております。ということでですね、ここまでは CD のね情報、追加情報を伝えてきたんですけど、はい、なんと今回はこの番組でケモノダモノのミュージックビデオ初公開。ありがとうございます、はい、思いますよ。それでは見ていただきましょう、どうぞ。これはあの製品版を購入してお楽しみいただければと思いますので、ね、ぜひ見てみてください。お願いします。はい、そして続いてはこちらです。ケモノフレンズ3ライブ情報、LINE キューブ渋谷で11月9日開催のケモノフレンズ3ライブの続報です。こちらのイベントのポスタービジュアルが完成しましたので、ここで披露させていただきます。こちらです。ドン。これ、あ、丸つけ、丸してる、丸つけてる、あ、本当だ、奥の方で、あ、見えた、
と。あ、マルカだ。なんかちょっと下も一応バッテンしてんな。あ、本当だ。一応してるな。個性がね。超可愛くない？可愛すぎる。出てますけれども、さらに新発表は続きます。続いてはこちらです。ドン。獣フレンズ3池袋ジャック企画が実施決定。ジャックですよ。ジャックとは。ジャックっていいね。ジャックだ。ジャックとは。乗っ取っちゃう？まさか。池袋。止めるんじゃない？ハノマルにハノマルにしちゃうかな？何をどうジャックするんだろうね。誰が何をどうするのか何も分かってないっていう。そうなんですよ。これまだね、詳細は後日発表ということで、もうまだまだ内緒ですけど、とにかく池袋で何かが起こるっていうのね。じゃあ毎日池袋行かなきゃ。池袋通って仕事場に行かなきゃ。ものすごい。そうだね、行こう。一回そうしよう。はい、ということでまだまだ告知ございます。こちらでございます。動物園水族館告知情報です。獣フレンズプロジェクトでは動物園コラボを開催中です。現在は時の森公園、那須動物王国、熊本市動植物園、オービー横浜とのコラボを開催中です。ぜひ足を運んでみてください。よろしくお願いします。続いてはこちらです。9月27日から10月6日まで品川プリンスホテルクラブ X にて舞台獣フレンズジャパリステージ、大きな耳と小さな奇跡の、公演が決定しました。公演史上最多20名のフレンズが登場ということで、こちらもチケット絶賛発売中でございます。ぜひぜひゲットしてみてください。お願いします。続いてはこちら、アニテレペパプのゆるペパの公開収録観覧一部が10月6日開催されます。こちらはですね、テレ東本舗ウェブにて獣フレンズ2ブルーレイを購入したアニテレ有料会員の方が応募可能となっております。イベントの詳細はオフィシャルホームページにて近日公開します。お楽しみに。公開ってやばいね。公開そうなの、恐ろしいね。あ、当たったって言ってるか。ぜひぜひ。めめないです。待ってます。最後はこちらです。獣フレンズパーティーライブ DVD 発売決定。これは現在ですね、クリオンマーケットにて予約販売受付中ということですので、来てくれた方も来れなかったという方もね、ぜひ予約して、はい、楽しんでいただきたいと思います。もはや懐かしいですね。ね、いろんなことがねありすぎて懐かしいですけども、ぜひねゲットしていただいて、いろいろ最新情報をお伝えしてきました。以上、獣フレンズ3最新情報の時間でした。さあ、ということでもうね、ブワーッと情報がいっぱいあったので、獣フレンズ3ワクワク探検レポートはもうこれでもう終わりなんです。そうなんです。めちゃめちゃ早かったな。なんだろう、そう、あっという間にね終わっちゃいました。あららら、ら寂しいね。そう、寂しい。でも今日は獣の、お勉強の時間の時に動物のことも知れたし、声優としてのこともちょっと勉強させていただけたので、ね、これからの私たちのあれが分かったね。そういうことがちょっと怪しい。芸人さんとしてのあれ、芸人じゃない。誰もついてこれない。今飛んだけどね。みんな飛んだんですけどね。すごい勉強になりました。今日はすごく、よかった。ありがとうございます。楽しかったです。はい。でもすごい情報も本当に盛りだくさんって、すごいツイッターで宣伝させてもらったんですけど、すごい本当に盛りだくさんでしたね。思った以上の盛りだくさんでした。ね、PV もあったし、獣だものの MV も見れたし、すごいなんか達成感っていうか、なんだろう、満足度がすごいです、今私。いよいよリリースされるんだなっていうのがね。あと6日ですから。そうだね、やばいよね。あとすぐだな。すぐだよ。ということで、まあここで終わりですけど、今日あれだよね。今日そうなんですよ、なんかバッテンジャパリ団、この後やるらしいですよ。あ、もう来年やめたね。来年やめたね。今日味がすごい。すごいですよ。森田みたいです。今まではね、乱入っていう形でやってたの。乗っ取ってきたぜみたいな。だけどもう、なんかしっくり来なかったんだろうね。乱入したらやめたのかな。兼ね合いとかありますからね。しょうがない。やめたです。やるのか。みたいです。やるんだ。こんだけ乱入されたから、うちらもたまには乱入してみる。あー、やめとこ。ちょっと危険な香りが。前例が良くないから。あー、でもそれはあっち側だったから。私たちならできる。できると思う。もうちょっとやめとかない？危険だよ。もうちょっとやめとこ。
都合言ってくるから。私たち闇の都合持ってないから。持ってないからね。まあ、闇なんてないから。ないから。ユニットにはね、ユニットそれぞれの色があるから。そうよね。そうよね。のね、素晴らしさがありますから本当ですよ、みんなそれぞれですからね。はい、ということでもう今日はやめときましょう、乱入は。はい、ということで、ワクワク探検レポート以上となります。ありがとうございました。またお会いしましょう。またね。バイバーイ。バイバーイ。獣ミラクルの練習だよ。他のフレーズもみんなかっこいい獣ミラクルがあるから、俺も負けないくらいかっこよくて強くって最強の技を生み出さないと。でもそうだよね、私もとびっきりの獣ミラクルでみんなを守らなきゃ。ふふふふ、良い闇にとらわれし孤高の同胞たち、いざ我らと共に漆黒の深淵をかけようぞ。皆さん大変お待たせしました。夜遅いけど今から私たちの出番だからもうちょっと付き合ってね。せーの、獣フレンズ3ドキドキ探検レポートスタート。よいしょー、来ました。ありがとう、ありがとう、みんなありがとう、ありがとう、お帰りただいま、ありがとう、どうもよろしくお願いします。お疲れ様です。どうもありがとう。ようこそ。ということで、ここから獣フレンズ3ドキドキ探検レポートの時間だぞ。イエーイ、やった。来ました。はい、ありがとうございます。待ってた。みんな、みんな、覚えてる？ちゃんと腕章つけてますか？みんな腕章も、腕章やからじゃない、つけてないじゃん。ここにあるから。その先輩、これ、ちょっと遠いんで、ちょっと左にしよう。みんなも今つけて、みんなもつける？はい、これ、はい、探して探して、家のどっかにあるでしょ。みんな配ったから、私たちちゃんと。あ、大丈夫大丈夫。いや、ちょっと突っ込んでもいい？家じゃないから毛布かけてますけど。家かよ。寒いよね。まあしょうがないね。寒いから。天候がね、天候が最近いろいろね、上がったり下がったり。私ちょっと背景になっちゃうからさ。本当に。私ちょっと背景と同化しちゃってるからね。もう、うん、はい、背景見えちゃってますよ。本当ですから。何色着てきちゃってんのって。どうもありがとうございます。ありがとうございます。逆に。ありがとうございます。お茶目なんだから、もう。おまけの時間ということで。おまけじゃない。
です。これがもうなんならこれが本番ですからね。そうですよ、みんな追って追って、まだまだよ、これからでございます。ヒップアップと同じ匂いです。やめろ、そういうのこんな感じ。いやでもそう、どうだろうな、ヒップアップと同じ匂いがする。あの大きなカテゴリーで分けちゃうと、やっぱドービスと花丸アニマル、まあ、ペパプとバッテンジャパリだ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、よろしくお願いします。そんな後輩いらない。そんなこと言わないの、やめてください。ツンデレだから、やめて。嬉しいのにね、こんなこと言っちゃって。じゃあそれではまず出演者の紹介をしていきましょう。今回も山下さんからお願いします。はい、マーゲー役の山下真美です。引き続きよろしくお願いします。お願いします。はい、タスマニアデビル役小泉舞香です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、どうぞどうぞ、よろしく、どうも。いや、はいはいはい、オーストラリアデビル役の船戸ゆりえです。よろしくお願いします。はい、かわいい、かっこいいと。どうも。続きまして、続きましてポンコツ担当のブラックバッテス未来美希です。よろしくお願いします。すごい、自分で言うじゃん。もう自分で言っちゃいます。すごい、自分で言っちゃいます。そうなんですよ。続きまして、よいしょよいしょ、どうぞ。どっこいしょ、どっこいしょって何ですか。アライトマイコーの先です。よろしくお願いします。はい、かわいい、どうも。はい、かわいいです。ご褒美。続きまして、はい、どんこいしょ、コテビン役の根本瑠香です。よろしくお願いします。イエーイ、先輩いいですね。同じ香りですよ。いいですよ。先輩だ、やった。先輩見習ってこの3人でやっていきたいと思いますもんね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうよ、3人は兄様出たじゃないですか。はい、やった。どうでしたか。どうでしたか。楽しかったよね。出れてよかった。出れてよかった。乱入して成功でよかったね。たくさんの人いた。いた、うん、人は怖かった。人はいっぱいいるね。感想が浅いけど大丈夫。そりゃたくさんいるよ。最近はスーパーみんなだよ。、うん、でもはい、何歌いたかった。怖いって言ってるね。いつかね、バッテンジャンプをね、スーパーリンでね、ケモレパーティーでもちょっと言ってたんですけど、うん、ペンライトを2本持って赤、うん、どっちも赤色にしてもらって、うん、こうバツをね作ってくださった方がたくさんいたんですけど、なんと兄様でも見つけてしまって、うんうん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。見つけちゃいました、本当に。それ嬉しいね。しかも分かりやすいね、結構赤ちゃんとで目印としてはめっちゃいいね。そう、置いてください、みんな、うん、そう、盛り上げ、あれ、あれ、ありがとうございます。あ、もう加入、いや、あれね、でも覚えやすい、めっちゃ覚えやすいと思う。加入いたしました。いいね、本当に。え、加入されたんですか。え、加入されたんですか。いや、やめてください。あ、そうです。違います。やめてください。はい、やめてください。違います。え、でも、でも一曲をつけちゃったから、もうそれはもう言い逃れできません。違います。私は動物ビスケッツです。素直になってください。あなたは、せーの、バッテンジャパリダンです。あ、やっぱり来ました。ありがとうございます。強制加入ですよ。どういうことでしょう。怖い。なんだかんだつけ外してないから、うん、大好き。最初のコーナーに外してないね。はい、行って、早く、いいですか。時間ないんだよ。最初のコーナーに行きたいと思います。はい、行けますよ。はい、参りましょう。うん、バッテンジャパリダンがお送りするリリース直前、ケモノフレンズ3最新情報。やったー、素晴らしい、素敵なお時間です。はい、どうぞ。まずはこちらをご覧ください。どうぞ。じゃじゃーん、じゃじゃん。え、これさっきあったよ。見た見た見た、これさっきやった。最近やりました。背景の色変わってるだけだと思います。背景の色が紫になってるだけです。やってない。いいですか、皆さん、まだやってません。やったよ。やりました。やってなくはないよ。だから、コメントちゃんと見て、うん、あ、見たい、見たい、見たい、見てない、見てない、みんな夢見てたんじゃない。見てないよ。起きてって言ったじゃん。結構新しい、いい情報持ってきてくれるイメージだったんだけど。あ、本当ですか。さっき出した情報だけど、なんか気になるフレンズとかいるの。いる。
く。それはまあなんか言いますね。私がやっぱ気になるのは、はい、左側の一番下の、あ、これなんかユニットみたいな感じかな。ここ3人組。己かよ。気になる。こうやっぱ一番目立つなと思って。花丸アニマルはジャガーって言ってたよ。自分たち映ってるのにジャガーって言ってたよ。すごいやっぱなんか目立つね。やっぱ角のリーチとか、さっき角の話してあげたよ。他にいるよ。いるよ。アシカとか、なんかかっこいい3人組がいるじゃないですか。マレーバクとかいるよ。触れよ。なんか他気になる人います？白桃橋さんとか割ともうジャパリダン入れそうじゃないですか。色がね。色が白を探したね今。色味で言ってるよね。色味で言ったら色味だと結構いない？確かに黒と白多いんだよね。黒白系結構いる。山爆さん、あ、じゃあみんな、うん、マレー爆さんも、うん、確かに、うん、あの人たちはみんなバテンジャパリなんですね。これはジャパリダン。ダチョウさんもいける。ダチョウさんも今いけるっちゃいける。シマウマさんも。みんなみんなみんなバテン入ってるんじゃん。違いますよ。なんだ、みんな入ってんじゃん。ありがとう。入ってくれて違う声が嬉しい。違うと思いますけどね。すごい嬉しい。結構嬉しいなんですけど、入ってくれてありがとう。ペパ、いや、そうなのよ。ペパプいないのよ。そう、書き忘れてますよ、さらに。マーゲも入れてる。マーゲも書き忘れてますよ。おちょこちょいだな。ちょっとかな、忘れちゃったのかな、忘れちゃったのかな、おい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 な、欲しいなのかな、出たいな。本当は書いてあるんだけどな。本当は書いてあるんだけど見えない、見えない、心の綺麗な人にしか見えない。見切れ、見切れてんのよ。見切れてるんだ。だとしたらこのサイズに持ってきたのが間違ってる。獣フレンズはたくさんね、一般フレンズがいるよっていうことを前回言ってくれてるんですよ。さっき見たんだよこれ。そうだよ、なんか新しいのちょうだいよ。ただ今日もですね、今日はあのフレンズのストーリー動画もあるんですよ。いや、それもやったのよ。やった。いや、思うじゃないですか。違うんですよ。違う、さっきのはライさんのだったですよね。でも今回はペネックの、ペネックさんのですね、角丸さんが入手していない動画なので、違う映像で、すごい、持ってきたのでそちら見ていただきたいと思います。それじゃあ VTR どうぞ。ペネックやばいね、今日も情緒どこにいるのだ。かわいい。おやおや、新井さんどうしたんだい。私はここだよ。もう当たり前のようにやってる気持ちが。ここで日向ぼっこしてたのだ。ネネック、今日はお誘いがあって来たのだ。探検に行く。探検に行く。おお、いつも通り突然だね。探検ならいつもやってるじゃないか。そう言うと思ったのだ。今日の新井さんは一味違うのだな。ただの探検じゃないのだ。今日はなんとお宝探しなのだ。どんどんパフアップ、イエイエイ。やっぱりいつも通りな気もするけど、どこかで噂でも聞いてきたのかな。さすがフェネックなのだ。その通りなのだ。どんな風に聞いたんだい。それはだな、それはだな。お、気になる。続きはここで気になる。ここまで気になる。気になるな。なんだろう、それは。うん、それは疲れたから。だから疲れてます、小野さんがもう。もうスイッチ。そうだね。2回目だからね、まさかのね。ありがとうございます。結構体力使うんですね、新井さんって。いつもよりやってたよね。いや、いつもより。オーバーめなね、うん、ライさんでしたね。今日はスタミナがね、ですよ。でもこれは新しい情報だから、ありがたい情報を持ってきてくれるから、ね、はあ、じゃあもうありがとうございました。違うんですよ、もういいかな。まだちょっとあるんですよ、実は。まだありますか。もう結構出したよ、最新情報今日。出したよ。いやいやいや、さあここでまだ大事な大事な最新情報です。なんだろう、こちらをご覧ください、どうぞ。インターネットラジオステーション音声にてバッテンジャパリダンによるウェブラジオがスタートします。ボリューム下
げないといけないじゃん。マイクのね、マイクのね、テクニカルさん大変。すごい下げてる。そうなんです。花丸だけじゃないんですよ。自分たちのバッテンジャパリ団のラジオもついに始まっちゃうんです。そうなんですよ。え、3人でなんかやったことあるの？これが初めてなんですよ。3人だけは初めてですね。成り立ちますか？成り立ちます。成り立つのですか？成り立つかどうかは分かんないけど、でも一人だけ成り立ちますってずっと言ってる。成り立ちます。ハート強め、ハート強め。さっきね、花丸アニマルもやるって言ってたじゃないですか。花丸今だけあのずるいなっつって、うん、それはそう、私たちもやんなきゃっていうことで、うん、こう負けないようにやっていきたいなということで、まあ、ハニマルたちよりかはちゃんとしたラジオになってると思うので。そうですね、まあ、ポンコツ多いけど。え、なんだ、うん、静かにしてなさい。なんか聞こえる。静かにしてなさい。そのままお返しします。そのままお返しします。本当にでもなんかまあ色は分かれそうな感じはするね、花丸に対して、うんうん、確かに、うん、だろうですね、ラジオの方も大変うるさかったです、うん、やかましかったですね、はい、うん、まあ、とっちゃったもんね、実はね、うん、本当、すごい楽しかったもんでね、楽しかった、でも楽しいはすごいいっぱい伝わるのではないでしょうか、うん、うん、ね、絶対ハッピーになりますよ、うん、なるほど、まあ、なんだろう、信用できないから聞いてみましょう。逆にね、不安しかないんで、不安しかないので聞いて確認してみましょう。朝起きる時にちょっと起きれない人とかに、朝は嫌です。朝は嫌です。じゃあ寝る前だ。寝る前も嫌です。寝る前いつ聞いてくれるんですか？そこそこ、まあ、夕方ぐらい、まあ、ちょっと暇も持て余してるし、まあ、ちょっと、まあ、気とか寝る前はちょっと無理ですね。寝れなくなります。目覚めちゃう、ね、あと夕食作りながらバックミュージック的な感じで聞いてもらえればちょうどいいんじゃないですか？美味しいご飯できそう。確かに。どう？さすがリーダー。素敵なグループ、お互いをね、褒めて伸ばすタイプ、褒めて伸ばし合う、すごい素敵だね。まあ、噛んでないかどうかの確認も褒めてね。まあ、聞いても、うん、聞いてね、聞いてもらいましょう、はい、聞いてもらいましょう。よろしくお願いします。どんな感じか。はい、ということで、はい、以上ジャパリ団からリリース直前獣フレンズ3最新情報でした。ありがとうございました。ありがとうございました。帰った。疲れました。一気にね、だってさっきよりさ、さっきのワクワク探検よりこの数分の方が疲れてるから、ね、なんだすごいドッときてる、うん、そうですね。じゃあさっきは本気を出してなかったっていうことですかね、うん、いや、ただ単に疲れるんじゃないですか。違うんですよ、シンプルに疲れるんですそうなんです。元気になったってことではない、結果的になんか疲れる疲れるって言ってたらなんで元気になったって言ったら脱げない。ポジティブだから、この中でも実はめちゃくちゃ一番明るいんです、前向きなの、ね、素晴らしいよね、素晴らしいと、あんまり脳を通過しないのかもしれない。いいバランスでバカにしてるってこと。それはバカにしてます。あまり脳を追加しないのはだいぶバカにしておりますよ。大丈夫か。まあ、でも今日新情報いっぱいあったから、どうだった、前半見てた？前半見てましたよ。ね、いっぱい新しい情報あったけど、うんうん、ねえ、確かに気になったところとかね。うん、あ、キューバとかも見た？見た。キューバ見ました。おい、見てなかっただろ。その反応見てない。どこ行った？あとからどこ行った？さっきちょっとうろうろしてたね。うろうろしてたね。意外と緊張してるからね。こう見えて意外と緊張してる。もうね、ずっとね、台本とにらめっこしてる。かわいい。かわいいじゃん。裏ではちゃんとこうね、書き込んでるのいっぱい。しっかりね、真面目だ。ちょっと真面目なね、ちゃんと一生懸命頑張ってるんですよ。いや、真面目なんです。はい、見えてね。はい、ということでね、はい、もう台本的にはね、次なんですわね。そう、次なんです。まあまあ、じゃあということで本日は以上ということで、はい、もう以上でございます。ちょっと待った、なんか来た、なんか来た、乱入してきた。何が？3人が乱入です。
直前お祝いってこと？お祝いで、なるほど、なんかくれた、すごい、お祝いでくれた、すごい嬉しい、しょうがないからバッテンとも分けろってね、お願いください、乗ってるじゃん、いるんだぞ、ちゃんと乗ってるじゃん、いるんだぞ、ちゃんといるから、一応いる、じゃあもうリリース直前ってことだから意気込みももらおうよ、せっかくだからみんなに、行きましょう、置ける、じゃじゃじゃん、重そう、めちゃめちゃ豪華だね、しっかりずっしりしてた、重量が7センチぐらい、豪華豪華、よく結構もっとあるでしょ、え、12センチ、あ、厚みね、12センチ、すごい、あ、椅子があるじゃん、ケーキですけど、あ、じゃあ座ってもらって、椅子がある、ほんとだ、意気込みなんか聞いたら、意気込みなんか聞いたら、ぜひ待って、一緒に出れるじゃん、ね、すごいね、はじめまして、はじめまして、はじめまして、バカバカが、バッテンが、バッテンが、バッテンが、時間がありません、リリースに対しての意気込みを一言ずつお願いします、時間ないので楽屋でやってください、あ、じゃあ始まるでみんなで一つ言おうかな、うん、あ、そうですね、はい、ですね、こうやって、うん、あのニコ生とかでリリースまでいっぱいいろいろやらせていただいてたので、はい、ね、ついに出るのかっていう、そうだね、気持ちなんですけど、そうだね、出ましたよ、長かったけど、うん、こうやって思ったあっという間だった、なんであのね、すごい温かい作品ができたと思っていますので、はい、ぜひ絶対やってくれよな、やってください、誰、少年最後誰によ、意気込みもらおうかな、はい、そうですね、あのみんなでいっぱい広めでした、その盛り上げてはきましたが、いよいよね1週間後らへん、うん、そう、もうすぐだって、聞いてますね、聞いてますね、リリースということで、たくさん一人でもね、多くの人にあのいっぱいゲームをしてほしいなって思うので、ぜひやって楽しさをいろんな人に、みんなフレンズに、みんなね、する、してくれるフレンズたちがもっとたくさんのフレンズに広めてくれたら、ケモフレ3ももっともっといろんな人が知ってくれると思うので、うん、あの皆さん頑張ってください、はい、よくできました、まとまったのか、マミミが今までこの感じ付き合ってたよ、ね、素晴らしいわ、すごい、すごい、すごい、いや本当に名 MC、 片言だね、まあでも伝わったね、最後締めよ、あれで、あれ、あれの共通認識がないよね、大丈夫、固まるんだよ、固まる、我らバッテン、じゃ、闇、あそこからやるの、我ら大丈夫か、闇よりいでし、闇をあざなう、ジャパリパーク闇よりの使者、せーの、バッテンジャパリダウンでした、もうお開きの時間ですけれども、その前に、その前に、あ、その前に、その前に、ハッピーバースデー to you、ハッピーバースデー to you、ハッピーバースデー dear ふにゃふにゃ、ハッピーバースデー to you、 おめでとう、ありがとう。ダブルサプライズでした。ちゃんとケーキだよ。カメラにじゃあせっかくだったら見せてください。ここかな？左から2番目のカメラ。いける？どこだ？真ん中でいい。ここかな？落とさないで。見えますか？見えますか？全然見えてないよ。ちょっとだけ斜めに。ここ？ちょっと止まったらいいかな。こういう感じ。止まってよ。抱負とか聞こうかな、うん、今日本当に今日の、ね、今日本当に当日だから1時間20分後に終わっちゃうけど、そうだから1年の抱負を、ね、1年の抱負か、うん、
あれです。怖いよ、怖いよ、怖いよ、怖い。じゃあ、ちょっと、おきな、おきな。じゃあ、並べよ。はい、1年の抱負、今、決めました。オーストラリアデビルちゃんとバッテンジャパリ団と獣フレンズ3に栄光あれです。ね、まあでも改めてお誕生日おめでとうございました。ちなみに個人の抱負はあるの？個人の抱負、うん、健康に生きていくつですか？みんなが笑顔になれるようにめっちゃ声を届けられるように頑張ります。頑張っていきましょう。さあ、じゃあ楽しい気持ちのままエンディングに行きたいと思いますよ。今日の放送は本当にこれでここまでということでございます。どうでしたか？初共演をされて。そうです、ついにね、初共演をされて。手元に入れた。すいません、割と敵対してはいるんですけども、うん、仲悪い設定ね、うん、でもね、楽しくワイワイねいただいてるんですけど、はい、ね、ついに一緒にできて、うん、ね、ちょっと和解できそう。たまにはこれを機に、これを機に和解できたらいいけど、ちょっと分かんないです、まだ、まだね、まあ、ラジオも別々だしね、うん、どっちがどんな感じなのかね、徐々にお互いのことを知っていければいいなって思います。はい、うん、じゃあ疲れてる先輩お二人はどうですか？疲れてない、疲れてない、元気元気。いや、そうですね、やっぱりなんかこうフレッシュなこの6名の方々に囲まれて。あなたもフレッシュな方なんだよね。何なんだろうね、もう35歳くらいに見える。何なんだろうね。まあでもすごい楽しかったので、はい、次回の、ワクワク探検レポートを楽しみにしていてください。レギュラー頑張ります。言えば勝ち、言えば勝ち、言っときゃ、言えばさ、言えばね、言えばね、証拠残しといて。じゃあ、何もなんか言ってやった。そうですね、こうすごい楽しい番組でね、また来れたらいいなって思います。ありがとうございました。レギュラーは望んでないそうです。ありがとうございます。でもまた次回お会いしましょう。その次回なんですが、次回の日付などはですね、後日ツイッターなどでお知らせしていきたいと思いますので、そちらの方チェックしてみてください。よろしくお願いいたします。ということで、まあ、いつもよりちょっと遅い時間のね放送でしたけれども、最後までお付き合いいただきまして、みんなありがとうございました。ダウンロードしてね、みんな楽しんでねって感じですね。はい、ではまたお会いしましょう。さようなら。バイバイ。リリースお楽しみに。楽しかった。